人は平等でなければならない。その概念上、血族主義は使えない。条件が必要。ユダヤ教の王とは、つまり、万人から公平に選ばれる存在でなければならない。条件とは？病的なまでに、人は平等でなければならない、を守れる存在が適当だ。大賀さん、それが条件を満たすなら？それを構築した存在が、該当としては適当。もちろん、大賀さんがユダヤ教の王、でいいのだが、それまで、誰かがやっていた席。誰？というのがどこまで執着するものか？は未知数だが。それが、大賀さん、を見るまでは、誰かが、それを言い続けることにはなる。神は万人を平等に扱う、その結果として、大賀さん、その審判は下る。とはいえそれは何かの特権だったかもしれないのだ。王の権威、がそうであるように、それはある意はたから。